プレイステーションは日本のソニー傘下のソニーインタラクティブエンタテインメントにより開発発売されている家庭用ゲーム機及びサービスのブランド名トレードマークである PS また日本ではプレステなどとも略されるプレイステーションの語はワークステーションからの造語である初代プレイステーションの起動画面や本体にも描かれている4色カラーの PS ファミリーマーク P と奥行きのある S で構成。プレイステーションのコントローラに使われているは同ブランドのトレードマークとしても使用される。プレイステーションにまで使われていたロゴマーク。元ロゴと比べて A が角自体に近く字の間隔も空いている。第1期種目として1994年12月3日に発売された初代プレイステーションは高速なポリゴン描画が ユーザーに衝撃を与え、全世界で約1億200万台が売り上げられる大ヒットとなった。その後も後継機や携帯機などが発売され、オンラインサービスも提供されるようになった。家電によりで多数の機能を盛り込む傾向にあり、描画品質を追求するシリーズでもあるため、新製品を出すたびに時代に先駆けた技術的なチャレンジを行っている。 なお、同社はプレイステーションに関してゲーム機という用語を使用せず、ゲームも含めた様々なサービスを提供するコンピュータエンターテインメントシステムという表現を使用している。また、プレイステーション発足当時から関わっている吉田周平は2014年以降、プレイステーションを従来のハードごとではなく、プレイステーション全体が一つのプラットフォームで、 あるという考え方にシフトしていくことを表明している。例えば、2010年代後半に普及した、プレイステーションネットワークや、プレイステーションナ n o w というオンラインサービスにも、プレイステーションの名が用いられている。以下、特筆がない場合は、日本国内の日付を記す。プレイステーションシリーズの発売日は、日付の数字並びや歴中の対案を重視する傾向にあり、 PS5 以外はすべて週末の発売となっている。このほか以下の周辺機器や薄型、改良機、姉妹機等も対案に発売されている。以下、日本国内でこれまでにテレビ CM や会員サービス、プレイステーションクラブ、オンライン配信サービスなどで使用されたプレイステーションの主なマスコットキャラクターである。特に初代プレイステーションの頃には販売戦略として キャラクターが多用されていた。ありがとうございます。